責任を認めて、僕たち患者被害者に謝罪せよ。僕はこのまま殺されなくありません。死にたくないです。あなたたちだって殺されるのは嫌でしょう。早く謝罪してください。僕の友達は先週亡くなりました。殺されていきました。同じ病室の友達だったんです。すごく悔しいです。どうしてくれるんですか。警備担当の弁護士の方、本部の方に集中をお願いいたします。警備担当の学生弁護士、お願いいたします。本部の方に集中。すぐ電話行くの大変だぞ。皆さん、どうもありがとう。どうもありがとうございます。本当ならば、このようなことをやらなくても、裁判をやらなくても、法制省は僕たち患者に謝って責任を認めて救済することが当たり前なのです。僕は絶対に死ぬまでこの問題は責任を求めて戦いに行きます。絶対に、絶対に、公正さん。